皆さんこんにちは。今回は、名古屋で起きている奇妙な出来事について取り上げます。2年ほど前、テレビ番組でも紹介されたことがあるので、ご存知の方は多いかもしれません。テレビでは一応、結論が出たようなのですが、まだまだ謎が残っているようです。2020年10月、月曜から夜更かしという番組内のコーナー、様々なミステリーを調査してみた件、にて奇妙な出来事が紹介されます。愛知県名古屋市守山区で、紙手裏剣が落ちているというのです。皆さんも一度は作ったことがあるであろうこのような、紙でできた手裏剣が大量に落ちているというのです。地元の人によれば、数年前から落ちているのを見かけるらしいのですが、なぜ落ちているのかはわからないとのこと。もはや見慣れた光景とまで言われるほど落ちているらしいのですが、一体なぜこのようなことをしているのか全くわかりません。番組の調査では、二つの説が検証されます。一つ目は、手裏剣とお菓子を交換してくれるおばあさんがいるという説。道に落ちている手裏剣を持っていくと、お菓子と交換してくれるという人物がいるという噂があるようなのですが、スタッフが聞き取り調査を行ったところ、そのような人物に関する有力な情報は得られなかったそうです。二つ目が、猫取り業者の目印だという説です。こちらの説は、実際に守山区に住む居酒屋の女将さんが証言しました。町に住む猫を捕獲して売りさばく業者が存在するようで、その業者が、ここに猫がいる、という目印として置いておくのだそうです。実際、女将さんの居酒屋裏にいた多くの猫がごっそり消えていたという話もあります。近隣のボランティアは猫を救うために手裏剣を見つけたら捨ててほしいとお願いをしている、ということで、一部の地元民は、猫取り業者の仕業であるという認識のようですね。現状、地元の方から聞けた有力な情報が猫取り業者の仕業という情報のみとなっており、真相はこれなのかもしれません。番組は、社会の闇に足を突っ込んでしまったことに気づき、これ以上の調査を中止した、という形で終わりました。しかし、本当に業者の仕業だったのか、疑問視する声もあります。さて、この手裏剣は本当に猫取り業者の仕業だったのか、という話なのですが、いくつか気になる点があります。この手裏剣が落ちているのは、名古屋市守山区というごく限られた地区で、目撃証言が多発しております。その他の地域ではほとんど聞くことはなく、仮に猫取り業者であれば、別の地域に出没してもおかしくはないですし、数年間も守山区に手裏剣を落とし続けるとは考えづらいです。また、テレビでこの出来事を大々的に報じられたにもかかわらず、奇妙なことに未だに手裏剣が落ちているのです。最近のものだと5月18日に落ちていたという報告がツイッターに上がっていました。また、2021年にもいくつか報告されており、番組で報道された後も継続して手裏剣が落とされている可能性が高いです。この手裏剣、折り紙で作られているというわけではなく、なぜか小説のページを折って作られているようで、いくつか作品名が特定されていますが、何か法則性があるというわけではなさそうでした。単純に古本を使っているだけなのでしょうか。このことから、猫取り業者の仕業ではない可能性もありますが、猫取り業者の可能性についても調べてみました。そもそも猫取り業者が実在するのか、という話ですが、1970年代に存在していたという記録が残っているそうで、三味線の皮として利用されることが多かったみたいです。しかし、動物愛護法によって大っぴらに猫取りができなくなり、業者は減りました。しかしながら、違法ではあるものの存在している可能性はあるようで、猫取り業者を検挙した際の新聞記事がありました。猫取り業者に関して注意喚起するサイトによれば、不審な缶ジュースや雑誌が目印として使われていたというケースがあると、書かれていました。しかし、具体的な根拠はなく、そもそも目印を置いておくのか、真偽は定かではないです。
ただ、これらの情報が本当だとすると、猫取り業者が目印として置いているという話もありえない話ではないです。このように、理由に関しても確定的な情報はない状態でして、今回は情報募集も兼ねて動画にしました。次に、手裏剣についての情報と私の推測をお話しします。ネットの目撃証言をもとに調べてみたところ、どうやら手裏剣は森山区だけではなく、北区でも目撃されているようです。二つの区はそこまで離れていないので、この範囲で何者かが手裏剣を落としていることになります。こちらのブログには、バス通りやバス停でよく見かけた、という話もあり、以前は落ちている場所は限定的だった可能性があります。また、手裏剣はこのように小説のページを切り取って綺麗に折られており、かなり几帳面な方だということがわかります。わざわざ紙を切り取って手裏剣を作っていることから、やはり猫取り業者とは思えません。考えられるのは、バス停によく落ちていたという情報から、バスを待っている際に手裏剣を折る習慣の人がおり、その時に放置されたものが、興味本位で手に取る人々によってあちこちに散らばっていったのかもしれません。折り紙は手先の運動にもなりますし、ご老人かリハビリ中の方なんかがやっていたのではないでしょうか。もしくは、子供を喜ばせるためにわざと落としている可能性もあります。実は冒頭にお話ししたお菓子と交換してくれるおばあさん、というのは、ある少年の証言だったそうです。残念ながらそのおばあさんは見つかりませんでしたが、そのおばあさんが、子供のために手裏剣を落としていた可能性もあります。ただ不可解なのは、ここまで多くの目撃証言があることを考えると、個人のレベルを超えているとも思うんですよね。今のところ、特に有力な情報がないのでこれくらいしか言えることがないのですが、名古屋在住の方で、何か情報をお持ちの人がいらっしゃればぜひコメントをお願いしたいです。とりあえず、今回は以上になります。探偵ナイトスクープの謎のビニール紐のような不気味な話ですよね。また進展がありましたら続編を出しますのでお待ちいただければと思います。情報は随時募集しておりますので、この動画のコメント欄や Twitter にお気軽に送っていただければと思います。